らいか似てなくたってモノマネさせろよ。しんちゃんはなんか声をのぶとくすれば出るから、うほーいってやれば出るから、なんか全然できるのではみたいな。みんなさ、ケロロケロロって言うけど、私ケロロもう3年くらい出してないからね。そう、なんか一人歩きしてるけどケロロやってないのに、なんかなぜか一人歩きしてて、私はさて不思議やってないんよね、実はね、3年くらい。うん、そう、やってないって言うても正直ケロロ自体を10回も多分数えるほどやってないよね。我が輩、ガマ星雲第58番惑星ケロン星、宇宙進行軍特殊先行工作部隊隊長、ケロロ軍曹であります。そう、やってないんよな。なんでやってないかっていうと、カテジナさんだっけ、なんかケロロはできるけど、ケロロ以外の渡辺久美子さんの声真似はできないのに、なんかそれを期待されてしまうのが結構重いから。そう、なのでやってないです。平成は本日よりケロロ元年であります。似てるケロロ以外の渡辺久美子さんの声真似はできないからね。できないから、なんかできるというなんか思われてしまうのは申し訳ないからやってない。なんかシンジ君の声は似てないんだけど、なんかあの喋り方と雰囲気がシンジ君だよねみたいなことでしょ、多分。わかる？なんか言いたいこと。多分ね、声は似てないの、全然。私、尾形さんの声真似できる気がしないもん。アスカ気になる。あんた、バカ？ずっと眠ってる私の愛のゆりかごって歌った時。似てないけど可愛い。似てないって何？似てないがわからない。似てないって何？似てないが、似てないって何って、もう似てないを認めない女になっちゃった。似てないって何じゃねえんだよ。似てないは似てないんだよ。いいじゃないか、似てなくたってモノマネさせろよ。いいじゃないか、お真似したいんだよ、やらせてよ、お願いだよ。似てないって、似てないなんて言ってもいいけど、モノマネはさせてよ。わかる、こう声真似、似てないんだけど空気だけ似てるみたいな。似てないじゃん、シンジ君に。でもなんかシンジ君とわかるみたいな。あの、やりたい、や、誰をやってるのかわかるけど、似てないね、みたいな。さっきの令和似てたよ。令和ね、マイクにめっちゃ近づいて、ボソボソ喋ればなんとなく似る。ような気がする。ありがとう。嬉しい。もうほとんど声を出してない。ささやく。でもダメなの、途中で笑っちゃうから。 ASMR はできない、途中で笑っちゃうから。ブワーハハハってなっちゃうから。みんなの鼓膜を破いちゃう、だからできない、ごめんなさい。 ASMR がわからない。もういいよ、僕がやるよ、僕が ASMR をやればいいんだ。ASMR マイクでやるわ。うるさあ、面白い。あ、面白い。すすすすっきり、すすすすっきり、素敵な今日の始まりさ。よいしょ。